皆さんどうもこんにちは、フレームの YouTube チャンネルへようこそ。さあ今回松村くんと私、熊本のジャパンエコトラックファンライドに、行ってきたいと思うんですが、自転車を持っていくにあたって今回 JAL の SB コンを早速使っていきたいと思います。今羽田空港第1ターミナル2階出発ロビーにいます。早速この自転車を SB コンに入れるまで全てお見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。さあということで JAL のカウンターの方にやってきましたけども、 JAL の担当者の大西さんでございます、はい、よろしくお願いしま す。今回この自転車を入れるんですけども、はい、早速この SB コンに入れていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。まず、自転車を持ってきた時に何を外しとけばよろしいですか、ね。はい、まずはですね、もうこの SB コンの特徴は分解が少なくて収納できるというのが特徴ですので、袋から出していただいて、はい、前輪だけ取っていただければ収納ができます。あ、なるほど、はい、じゃあ早速ちょっとこれを外したいと思います。バンク、さあスパタカになりました。まず最初に前輪を、はい、こちらに、はい、収納向きとかは大丈夫ですか。はい、すっぽり入っちゃいました。はい、本体ですか。後輪をそっち側にして、ペダルは右が前で左が後ろで、右が前で左が後ろ、はい、はい、そのままドサンと。あ、なるほど、こういうことですね。今自転車を入れる上にちょっと謎になったのはこのサドルがちょっと気になったんですけど、はい、これは大丈夫ですか。ですね、この高さであればそのまま収納できるんですけど、じゃ今5センチほど高いのでこれは抜く必要がある、はい、入れる必要があります。なるほど。じゃあ今こういうサドルが高い人は一回見てもらってから外して、 で、ね、で今これこちら、はい、専用のボックスもあるので、はい、こういうサドルを入れていただければ、はい、サドルを入れることができます。なるほど、はい、ついでなんですけども、SB コンいいところ、よくサイクリストが絶対に持ってる必需品ヘルメットと靴を空いてるこのスペースのボックスに入れることができます。ちょっと失礼いたします。まずヘルメットがこっちにスポンと、大きさもあるので、だから大きい頭のヘルメットのものとかでも全然入る大きさになってます。はい、そして靴は結構細長いので、よいしょ、ちょっと一足ずつ入れてもらった方が入りやすいと思います、はい。飛行機の貨物の中に預ける場合はバッテリーを取り外す必要があります。まずはサイコンとロードバイクに取り付けているライトやリアライト、その他にも DI2 のコンポーネントを使っている場合はそのバッテリーも外す必要があります。あとは空気、タイヤの中に入っている空気を抜きます。この SB コンはロードバイクの後輪の部分をしっかりと固定して、フロントフォークの部分がどこにも当たらないようにチューブラリンの状態で中に梱包されるので、デリケートなフロントフォークをしっかりと守るようになっています。なんかこう利用するにあたって注意点とかってあったりしますか。中を守るものなので
自転車をお預かりするにあたっては破損のリスクはかなり輪行袋よりも低減されるので、自転車を預かることに関してはなくて全く、はい、あとはその危険物が、まあ、通常の自転車のお預かりもそうですけど CO2 ボンベであったりとかガスシリンダーの制限があったりとかお預かりできないものもあるので、まあ、そういう一般的なところだけ気をつけていただければ。さあということでこの S ビーコン、私としてももう輪行袋で今まで入れてたものがもうこんなすごいぐらいの緩衝材に包まれて傷なしで他の空港まで行けるっていうことも考えて利用したいなと思ったんですが、S ビーコン実際今個人として利用はできるんでしょうか。はい、今のところは個人のお客様のご利用はですねまだできない状況でして、特別なツアーを今組んでますので、はい、ツアーに参加していただいた方の、まあ、特典として、この S ビーコンを使えるように今なっています。はい、今回も私たち熊本のジャパンエコトラックのライドのツアーで S ビーコンを利用できているので、この JAL の S ビーコンを使いたい方がいらっしゃったらそういうツアーに申し込んでいただいて、ぜひ日本各地のファンライドであったりイベントに出ていただければなと思います。このサドル抜かないといけない時に、もしかしたら工具を持ってないお客様がいらっしゃると思うんですけども、空港で工具とかを置いているっていうことはあるんでしょうか。今回はツアーの対応ですのでそういうことも想定して工具であったりとかはご準備しております。本当ですか。はい、でよく飛行機輪行で気をつけなければいけないナンバーワンでタイヤの空気圧を絶対に抜いてねっていうのがよくブログであったり、記事であったり動画であったりっていうので、注意喚起してると思うんですが、その空気圧を下げた時に他の空港に行って空気をまた入れることっていうのも可能なんでしょうか。はい、そちらも空気入れを日本航空で準備してますし、あとは空港によってはもうサイクルステーションがあってそちらに空気入れをあらかじめ準備されているケースがありますので、必ず着いた先には空気入れがあるようには必ずそういう体制になっています。なるほど。まあ、JAL さんであったりその空港の管理会社であったりっていうので協力して、はい、そういう工具であったりとか、はい、ポンプとかも用意されているので非常に安心して、輪行終わった後の、アフターサービスも、しっかり整っております。さあということで今回この羽田空港からこれから熊本空港に、行くんですけども、 S ビーコン初めて使わせていただきました。まだまだ個人では使えないっていう点があるんですけども、非常に一サイクリストとしてぜひ S ビーコンが日本各地、まあ、海外であったり、JAL を利用する際に S ビーコンが使えたらなと思っております。大西さんありがとうございました。本日はもし S ビーコン使ってみたいなっていう方いらっしゃいましたらアンテナ立てて、S ビーコン利用できるファンライドはないかと、探していただければと思います。それでは今回 S ビーコンを使って早速熊本に行ってきたいと思います。ありがとうございました。次回の YouTube チャンネルもお楽しみに。じゃあね。